シュガーを潰します。どれくらいの量潰すんですか？まあ、大きいのがなくなるぐらい潰そうかなと思ってます、うん、はい、まず水を2つ準備しまして、はい、それぞれの質量を測っていきます。で、それをメモします。で、もう1個も測ります。ゼロボタン使わないってやつ。まず先ほど潰したシュガーの方ですね、測っていきます。コーヒーシュガーの方ですね。 2g から 2.5g だとまあよろしいかと思われます。料理問題で 2g？ 本当はね、戻さないんだよね。シュガーの方を溶かしていきますね。で、澱粉の方も入れていきますね。もうここからただ混ぜるだけの単純作業になります。次にですね、白い画用紙と黒い画用紙を準備しまして、コーヒーシュガーの方を白の画用紙の上に、澱粉の方を黒の画用紙の上に乗せてやると色の変化が分かりやすいんですよ。混ぜていきます。澱粉はですね、まあ、すぐ混ざるんですよね。溶けやすいよね。で、澱粉をほら真っ白です。白衣の部品、ごめん、何でもない、白衣で、コーヒーシュガーがちょっと分かりにくいんですけど、茶色っぽくなりました。で、質量を測っていきたいと思います。蓋してやるよ、はい、シュガーの方、コーヒーのシュガーの方 113.33、 99.89。 はい、で、続きましての工程はですね、この混ぜた溶液をろ過していきたいと思います。簡易的な、で、この三角フラスコにもうろうとをやるという。で、この時に入れる時のポイント、ガラス棒を使って水を流し込む。これはろ過の様子が分かればいいんで、半分ぐらいで、まあ十分でしょう。で、澱粉の方もやっていきます。澱粉も半分ぐらい、半分も、まあ、いらないぐらいですけど、一応半分ぐらいやります。まあ、これも分かりにくいと思うんですけどね、この一応分かりますかね、茶色、ちょっと茶色くなってます。で、こっちはもうそこ大事だよ、見た透明。最初は濁ってたんでしょ。最初はこっちだって白濁色、白濁色、まあ、もう色だな、だったんですけど、まあ、ろ過したら透明になりました。ということで、うん、まあ、ここで考えられるのは、これは溶けてコーヒーシュガーの色がついているんだなって思っ考えられて、でんぷんの方は溶けてなかったんではないかっていう仮説が立てられますね。で、それを証明していきます。笑ったな笑った、証明してどういうことなのかな。で、はい、まずこのろ過した液体の方をスライドガラスに、スライドガラスに1滴、まあ何滴かこうね、伸ばしながらねやっていきます。で、澱粉の方もろ過した方を、やっていきます。で、この時もですね、こうね、下にやっとけばいいんですけどね、分かりにくいですね、これはね、分からなかったです。教科書によるとですね、これを放置して乾燥させろってなってるんですよ。そんなの放置してたらですね、もう時間がかかって仕方ないんで、さすがにじゃあ今度そこで出てくるのが、ダダンバサミをちょっと代用します。この時にですね、持ち方、
親指をですねここに入れるんです。わかります？ここだったらちょっとねこう押してしまう可能性があるんで、これを下に入れて落ちないようにします。で、点火、どっかで仕入れた知識だな。だからもうえらいえらい、ただただ炙っていきます。で、シュガー炙ると何わかる？シュガーを炙るとです、よしよし、いい匂いがします。見てください、茶色く、これを見たら分かるように水が蒸発して砂糖の部分、コーヒーのシュガーの部分が残されて茶色くなっています。で、一部焦げていますが、これは炭素を含んでいるため炭化しました。はい、ここ大事です、チェック。はい、はい、次でんぷんの方やっていきたいと思います。焦げないほどに炙るとはい、ね、きついな、火が強いらしいですね。落とします。チキンカンパセリも少し焦げるっていう、ちょっと焦げてますね、匂いするで、熱いです。天然のところは何も残ってませんね。これはもう水だけが蒸発してきれいさっぱり、でんぷんは入ってなかったということが証明されました。はい、以上、実験終わります。